東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は893人でした。先週の金曜日より26。2人増えました。重症者用の病床使用率は昨日から0.8ポイント下がって3.1%全体の病床使用率は0.1ポイント下がって10.8%となりました。全国の新たな感染者は8639人でした。